張してきた。うまく説得できるかな。大丈夫。区役所の人だってきっと一生懸命お願いすれば分かってくれるよ。どうだかな。お役所仕事の権限みたいなやつだ。お祭りに来てくれなんて頼んでも勤務時間外ですとしか言わないかもしれないぞ。その時はもっと頑張ってお願いする。力押しかよ。もっとなんかあるだろう。押してダメなら引くとか。その方がかすみらしい。うん、押してダメならもっと押す。はあ、ま、確かに慣れない頭使うよりはいいかもな。こそこそ手回すのはあっちの得意分野っぽいし。よし、行こう。ごめんください。頼もう。どっちも違うような。すいません、区役所の人じゃなくて、地域活動係の係長さん来てますか。じゃないくせに。あの、お願いがあります。そうじゃなくて、お祭りの当日係長さんにも来てほしいんです。来てくれないんですか。お祭りを続けるかどうかあんたが決めるんでしょ。そういうの無責任じゃないですか。ダメです。そういうんじゃダメなんです。自分の目で見てくれなきゃ。ライブと同じ、その場の空気を肌で感じなくちゃわからないこともある。ああ言えばこういう。どうする、かすみ。平行線っぽいけど。おじさん？感じ悪いやつ。ありがとうございます、おじさん。一緒にお願い。
くいい曲だから商店街の人たちみんなに早く聴いてほしいです。準備間に合いそうですか？え、雨細工